僕の地元の京都に来ました。今日メイがいないのでちょっと一人じゃ不安なので、友達のアーサーこと浅野に来てもらいました。で、アーサーは普段帯屋さんのしてるんだよね。そうです、着物の帯を作ってます。すごい京都詳しいので、今回はアーサーにすごいいいところにいっぱい連れて行ってもらいたいと思います、はい。でね、今いるのが建仁寺の両足院っていうところなんだけど、ここで人生で初めて座禅の体験をしたいと思います。で、今日やってくるのが東生です。よろしくお願いします。両足院の徒弟、しなべ東生です。よろしくお願いいたします。ということで、今から座禅をしていきたいと思います。いろんな話し声とか、人が立てる音とか、鳥の声とか、いろいろすると思うけど、まあ、音の良し悪しみたいなことをちょっと判断しないとしたら、ただただいろんなことが豊かに起きてるんだなっていうのを、音だけを頼りたいなということを、音だけに集中してください。痛かったけど結構いいかも。いや、すっきりしてきた。って言うとく。すっきりしましたか。はい、次に行きますか。はい、次行きましょうか、うん。ありがとうございました。あ、すっきりした、行こう。こちらのマカロンなんですけれども、平安時代の女性の着物の配色美ですね、そちらの方からイメージして作ったマカロンでございます。佐賀の嬉野で採れた一番茶のみを使用しました、玉緑茶でございます。こちらを1秒に1滴という速さで、抽出することによって、お茶本来の甘みであったりとか渋み、旨みをすごく凝縮した香り高い緑茶になっております。どうぞお召し上がりください。美味しい。すごい。どう？濃厚なんだけど、あっさりなんだけどみたいな。若い女の子に飲んでほしい。あとさ、体にもいいじゃん、お抹茶って、うん、どう？美味しい、めっちゃ。普段飲んでる緑茶とまた違う感じの、すごいこう深い感じが。デートにめっちゃ良くない？ここ。これ、俺もあんまマカロン好きじゃないんだけど、これすっごい美味しい。今回お菓子いただくのは初めてなんだけど、よく2階のギャラリーは見に来てて、見たい展示があったので行ってみたいと思います。1万年ぐらい人が織物と携わっている中で、人類が誰にも生み出し得なかった、うん、そういった織物を織ることができないかなっていう挑戦がこの挑戦です。っていう、まあ、壮大なところから壮大だよね。 No matter what life brings, if it's you and me, you're ready for anythingThe clouds go by in our time, we'll learn to fly. No matter what life brings, if it's you and me, we're ready for anything. 本当に織物って見る角度だったり光の当たり方、そういうものによっても全然表情は違ってきて、本当に写真で捉えきれないやっぱりものだと思いますので、実際これは本当に体感して初めて感じるものかなと思いますので、もう何度も足を運んでいただいて、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。
ここは町の中華料理屋さん、中華の酒井さん、京都のランチって言ったらここで、もうほんと子供の頃からよく来てて、もう大好きな中華料理屋さん。ここは冷麺がこう一年中いただけるお店で、からしと、マヨネーズをこう和えたソースがすごい有名で、本当に何やろうな、冷麺って言ってイメージするような冷麺じゃなくて、ちょっと独特の冷麺、すっごい美味しいんで、お腹すいた。お腹すいたね。楽しみ。はい、行きました。いただきます。やっぱこの味っていうか、もう子供の頃から変わらへん。ごちそうさまでした。いや、マジ美味しかった。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。さゆちゃん、どうやった京都？なんかね、すごいね、勉強になったし、美味しかったし、すっきりしたし、すっきりしたね、なんかね、すごいいい京都のツアーだったし、ちょっと今までと違って大人っぽいツアーになったから、なんかこの後の夜の会もあるみたいなので、楽しみにしてるんで、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。夜は夜でね、ちょっと楽しいお店いっぱいあるんで、オッケー、楽しみにしてください。お願いします。イエーイ。